ーさん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわイーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら私を探さないで。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。いないか。
なんだ、畜生。大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。手間するなよ。あまりの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。こんなやつ認めないぞ。
またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ？最高だ。待ってるか。よし行くぞ。ちょっとどいて。しまった。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに？資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い、お決まりさ。この家はいつから廃墟だって？3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。ああ、なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまうけど、まあいい背景が撮れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、アンドレ、アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？ったく、何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の、聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレ、どこにいるんだ？なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。見えるか？なんだ？マジかよ。
ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン、大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろう。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。
ミア、そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ、間違いないわ。ドアがない、なくなってる、なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの、信じて。ミア、私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて出てって。
私を一人にして。私が悪いの、当然の罰よ。ミア、なんでこんな。私に構うな。くたばれ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って早く。ミア、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。どんな
の自分が教えてよ。私の仕事なんだ。この感染を抑える、終わらせる約束、全部一つ残らせもやってやる。よし、これで。お前も家族だ。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。
ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。しろよ、親父。どうでもあると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんと。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。ほら食うんだよ。最後のクソ野郎が吐きやがったよ、ジャック。これだ。おい、うるせえぞ、マガレット。せっかく作ってやったのに。ああ、なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに吐きやがって。こいつは我々にはとっておきのごちそうでな。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるから。
出ていくつもりか。会いたかったか。よくこう言うだろう、家族になれば死ぬまで一緒だとな。どこに隠れてるんだ。の匂いがするぞ。出口なんてどこにもないぞ。好きなようにしろ。どこにいるんだ、隠れてないで出てこい。この腐ったれ、大事なテーブルをどうしてくれる。踏み潰してやるぞ。へえへえ、マーガレットに聞かれちゃまずいな。勝手にしろ、もう知らん。やめられねえな。待っててやるよ。
出ておいで、小豚ちゃんよ。すぐに見つけ出して殺してやるぞ。